待ってます。まいちゃん始まりました。今日私たちがやってきたのは、さあ来ました。お、ここはどこですか。ユニバーサルスタジオシンガポール USJ ならぬ USS 来ました。 USS にもこれあるんだね。そうだね、やっぱこれはシンボル、シンボルだね。これね、いつもあるあるなんだけど、ユニバーサルっていう正面が来るまでちょっと待ってください。まだです。ユニバーサル待ちです。今ユニです。ユニ、これユニバーサルスタジオあるあるなんだよな。あ、来るよ。3、2、1。よし、じゃあ入るか。さあ行こう。違いとかがわかるじゃん。うちらはさ、USJ もこの間行ったばっかりだから。つい3ヶ月前。お、音楽がなんか聞こえてきた。あれ、開いてないの？あ、12時からだ。あと、あれ、やば。あと30分ぐらいある。じゃあレゴ行こう。なんと、USS のオープン時間が12時でした。オープンまでレゴショップで時間を潰すことにした私たち。昼からなんだね。昼からなんだね。なんか朝から空いてそうなんやな、ね。まあ、でもちょうど雨も今上がったばっかりで。ああ、よかった、もっと早く来なくて。張り切って9時とかから来たら最悪。それよりちゃんと入園時間を確認してから来ましょうね。まあ、結構コンパクトらしいから ね、 ね、うん、あと日本みたいにすごい並ばないって聞いたから。うん、これがメインかと言わんばかりにレゴショップに飛び込んでいく子供たち。気を取り直して入場時間の12時にやってきた私たち。さあ中にやってきました。お、セサミストリート。あ、ポップコーンカーがあるね。ポップコーンある？あ、スターバックスもある。あ、ポップコーンミニオンのなんかバゲットだね、かわいい。あ、1個買いますね。ミニオンバゲットは25ドル。すごっ。目が動きます。あれ、カンフーパンダに出てくる虎なの？うん。ジェットコースターもある。お、早速ジェットコースター乗ってる。あれは125センチとかかな？だって、もうちょっと。タクシーある。うん、結構意外といっぱいアトラクションが。あるっぽいから、うん、十分な感じかも。十分かも。このジェネレーションには十分な。子供はなんだかもう少しなんか刺激が欲しい。刺激が欲しい。ちょっとまあ楽しんで見てよ。大好きな映画のモチーフを見つけて興奮している中田さん。トランスフォーマー。うん。トランスフォーマーに興奮しております。ねえ、ねえパパ、ロボットみたいな。ねえ、ロボットいい。あれね、変身のシーンがいいんですよ。へえ。結構こう、車から結構ぐわーなりながらこう、ロボットで、おう、ガシャ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 って。おう。ないあ、あれがカマロから、あれがからカマロから変身したロボット。あれがバンブルビーで、へえ。なんか名前ね、忘れちゃったんだけど、結構前に見たこちらのゾーンに来て突然叫び出したボーイが1名。やだよ、なんで。怖くないよ。なんで。めっちゃ恐れてる。大丈夫よね。巨大な銅像に驚いている5歳の息子。え、大丈夫、ただ通るだけだから。怖くないんだから。ただ通るだけ。怖がるしかないよ。千と千尋みたいな。これ、ポケットで割れたらどうなると思うの。ねえ、すごいね、これ。
怖くない。怖くなくても怖いよ。エジプトワールドだ。わあ、オアシススパイスカフェ、美味しそう、ね、名前だけで、いいね、うん、パパは朝からカレーを食べたらしい、はい、いやいやあ、すごいすごい、あそこ、こういう情景がさ、かなり気合い入ってる、本当だね、ねえ。神話もやりましたからね。そっか。あ、トレジャーハンターとか乗れるよ、もう。そう。ここちょうどここじゃん。じゃあいいかな。わあ。すごい。高級物やばくない？これすごい。めちゃくちゃかっこいいやん。かっこいい。ここは。リベンジオブザマミーっていうライドだけどまだオープンしてない。あれフンコロガシの神だ。スカラベだ。スカラベ、そうそうそう、そんなのが太陽を動かす神って言われてる。めっちゃ詳しいやん。勉強してんだよな。すごい賢い。あ、ここちゃん、トレジャーハンター。一つ目に乗るアトラクションはトレジャーハンターにした私たち。トレジャーハントせよ。マジだね。うん。楽しそうだね。一度も怖くない。怖くない？よかった。こちらのトレジャーハンターのアトラクションはトロッコに乗ってゆっくりと周遊するような感じのアトラクションでした。子供たちも楽しかったようです。わお、でかい。続いて私たちは恐竜の世界へ。スピノサウルス恐竜、おいで。スピノサウルス、スピノサウルスだ。スピノサウルス、行ってみようよ、ライド。あ、いいじゃん。ほら、いいね。トロトベ？ピノサウルスは、おしで。ピノサウルスは、雨がちょっと降ってきちゃった。小雨が降る中、私たちが並んで次に乗ったのは、プテラノドンのアトラクションでした。ここで並んでいた時に一つ面白かったことが、息子の身長制限に引っかからないかどうかを確認しようとしたら、係のおばちゃんに、私は何人もこういう子を見てきたからこの子は大丈夫よと目視で OK が出たことです。こちらのアトラクションはこんな風に足元が解放されているジェットコースターになっています。なので荷物類は棚に全部預けて、足元が固定されていないサンダルのようなものを履いている人は同じく棚のところで脱ぐ必要がありました。私はサンダルを脱いで裸足でこちらのアトラクションに乗りました。ジェットコースター自体はそんなに怖くなくて、息子も楽しかったと言って乗っていましたね。この後雨が本降りになってきたので、雨宿りしながらお昼を取ることにした私たち。卵のおにぎり、ジュラシックタンポワールの卵ね。これがママはシンガポールチリクラブホットドッグ。わ、すごい、ね、そんな味あるね。そう、ママの大好きなチリクラブ。チリクラブがホットドッグになったよ。え、これパパ、パパコーラ、あ、コーラありがとう。いいよ、ママのポテト食べていいよ。はい、ケチャップつけて。雨でね、雨宿りだけど。雨宿りです。いい感じにケチャップつけるだよ、パパ。応用がうまい。パクチー、おー、すごい。パクチー&チリクラブをホットドッグで。誰行っちゃったかも。だ、うまっ。どうですか、口にちょっとついてます。
辛すぎない。お、辛うまですか。辛うまでございます。パクチーのところも、おいった、めっちゃ美味しい。チリクラブドッグ、卵美味しい。卵美味しい。マユマユ、うん、うまい。チリソースめちゃくちゃ合うじゃん。食欲をそそる味。うん、これはうまい。まだホットドッグに可能性があったとはね。この卵は中に照り焼きチキンが。うまいうまい。照り焼きチキンが発掘されました、卵の中から。お昼を食べてエネルギーチャージ、楽しい USS はまだまだ続きます。次回の萌えちゃんはまだまだ続くよ、 USS でキャラ渋滞祭りの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。